憎しみ合う者たちがいた。ムクロは野に朽ち、御霊は血に染み、絆は刃に分かたれた。闇についえし真心がなく、愛する者に死にそうない。安心しな。痛いのはほんの一瞬だがよ。伊賀の王源、あの切れ味は、あの者は一体何を用いておるのだ。おなごの黒髪をより合わせ、秘伝の獣油を塗り込んだ。今は夜叉丸必殺の国情にございます。しかしながら、潜じては意味がございません。無様だぜ、甲賀のおっさんよ。勝ち誇るはちと早いわ、絵は数を。今のは何だ。単にござります。
タン殿。ほへほへほ、夜叉丸の国情にタンごときで歯向かおうとは。おげんよ、侮るなかれ。甲賀万事谷衆、風間地将軍の白炭は三河のごとし、手張りはその幾百倍よ。いいざまだの、わかる。これではあやとりごっこもできまい。うん、やろう。者と意気投合するとはの。隠れ衆統領おげん、なんとまがまがしき者どもよ。初代半蔵がこやつらを闇に封じ、不戦の約定を定めたわけが飲み込めたわ。それにしても消せぬ、家康様はなぜこのような者どもをご覧になりたいなどと。忍者。さようでございます。徳川将軍を決する女将は忍者を使えと申すか。今や江戸城内は二代秀忠様が着し、竹千代様派と弟君国千代様派とに分かれ、重臣森役までが骨肉の争いをしておる始末。これを捨ておかば、たとえ豊臣を滅ぼしたとて徳川もまた破滅の道をたどりまするぞ。分かっておる。なればこそこうして御坊に相談しておるのじゃ。さればこそ考えに考え申した。しかれども断りで収めるにはもはや手遅れ。情を尽くした思案もことごとく行き詰まり、ならばいっそ武門の家にふさわしく剣の十番勝負にてことは決するも道ならんやと思い至り、さりとてかようなことで徳川の侍をむざむざ死なせたくもなく。ゆえに忍者か。さよう。忍者ならばたとえ殺し合い血の海に死に絶えたところでさして痛くも痒くもなし。もうよい、やめさせよ。これまで。甲賀と伊賀、まさか柳生の隣国にかような者どもが潜んでいようとは。この宗則不覚でござった。それがしも初代半蔵より話には聞いておりましたが、こやつらの忍法情の技を超えており申す。うん、良いものを見せてもろうた。甲賀男女伊賀の王源、双方まことに大義であったぞ。時にお主たち徳川の世継ぎを決するために命がけの忍法勝負をしてはくれまいか。恐れながら申し上げます。申せ。我らは本来400年の恩敵同士、徳川家の恩ためと申さずとも、
初代服部半蔵様と川島氏たる不戦の約定さえお解きいただけますれば、いつなりと。御意のままに。うん、よくぞ申した半蔵。されば、この巻物二巻に甲賀と伊賀、おのおの10人の忍者の名を記せ。これをもって二代将軍秀忠が自死、国千代派は甲賀に、嫡子竹千代派は伊賀に、三代将軍の命運を託す。双方相戦い、殺し合った末に、この悲観をもって生き残った者を勝者といたし、一族千年の永禄を約束せん。甲賀万事谷へ。伊賀つば隠れに。妙な話になりおったのう、お現場。本にのう、孫同士の恋にほだされて和睦せんとしておった矢先に。今頃どこぞで二人会うておるやもしれぬの。不憫じゃ、所詮星が違うたわい。星が違うたか。定めよのう。恐ろしき天意よ。